パーリスタのチャネリングメッセージ。FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。パーリスタです。この番組では高次元の存在とつながり、タロットカードなどからメッセージを受け取りお伝えしていきます。高次元とは神様、仏様、ご先祖様など見えない守護の存在のことを言います。この番組に出会ったということは、あなたの守護の存在からのメッセージかもしれません。今はピンとこなくても、後々何かしらの気づきや導きにつながることもあるかもしれませんので、もしよろしければ最後までお付き合いください。それでは本日のチャネリングメッセージをお届けしていきたいと思います。カードリーディングの様子は FM 那覇さんの YouTube で公開しておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。では本日のチャネリングメッセージをお届けしていきたいと思います。本日、出演していただくカードさんのご紹介をしていきます。いつものネフェルタリさんのカードと、シャドウタロットさんのカードと、ルノルマンカードと、はい、のエンジェルアンサーさんのカードですね。はい、こちらの4つのカードでメッセージの方をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。では本日のチャネリングメッセージのテーマをですね、シャドウタロットさんの方からもらっていきたいと思います。はい、本日は10月の15日になりますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もう体育の日ってもうないんだよね。もう、スポーツの日になっているのか。第2月曜日かな、第2月曜日がスポーツの日になってるんですかね。運動会シーズンとかね、もうそういう時期になりますけれども、私の長男が小学校1年の時に、昔ながらの運動会っていうのを経験して以来、昔ながらの運動会っていうのはこう全学年ですね、親戚とかも集まって、もう朝早くからお弁当作ってみたいな、で場所取りしてみたいな、そういうのを小学校1年の時ですね、もう5年前かになるんですけれども、それを経験して以来、もうコロナ禍とかそういうねのがあって、で入れ替わり制っていうかことになってるんですね、今ね。学年別でもう保護者の方ですね、保護者の方とかも入れ替えになって、その学年の催し物とかレースしか見れないっていう感じなんですよね。うん、親にとっては、私的にはですけれども、その朝早く起きてみんなのお弁当を作ってっていうのがなくなったりとか、場所取りをしなくていいとか、そういう、ね、今の制度になってよかったなって思ってますけど、まあ、昔ながらのね、あれがよかったよなっていう人もやっぱり中にはいるかなと思って、賛否両論あるかもしれませんけれども、はい、私は今のタイプ派ですね。はい、では本日の、テーマですね、見ていきたいと思います。まずはクイーンオブカップスの正位置と、あとはこれはシックスオブペンタクルスの逆位置が出ました。テーマですね、もう率直に、いや物質よりも心でしょっていう言葉が入ってきたんですよね。で、物質っていうのはお金とか、あとはまあ物とかですね。お金ももちろんそうなんですけど、カバンとか鉛筆とかそういうものを物質ですよね。
で、あの人はより良いものをあの欲するじゃないですか、物質もお金もそうですけど、はい、なのでこの今伝えてくれてるのは物質よりも心でしょっていうことですね。はい、なぜこのテーマになったのかっていうのを聞いていきたいと思います。ルノルマンカードですね。あ、愛かお金かみたいなね、言葉とかもあのよく聞くと思うんですけど、なんか私昔言われたことがあるのが、愛もお金もないんだったらお金があった方がいいっていう人の意見を聞いたことがあって、なんかこのすごい重みがあったんですよね。愛がなくてもお金があれば生きていけるでしょって言われたんですよ、その方に。なんかすごく重みがあるなと思って、いまだにでも私はって思ってはいるんですけどね。やっぱなんていうのかな、お金でしょってはっきり言うと人間的にどうなのみたいなところも若干あるんですよね。だけどそれをきっぱり言えたその人っていうのもすごいなっていうのと、私はやっぱりお金ですってはっきり言えない自分がいるんですよね。では見ていきます。はい、ストーク、はい、これはあのコウノトリさんなんですけど、もうコウノトリといえば私はもうあの子だからですね、もう子供を運んでくる鳥っていう風に見ているんですね、このカードを見るとき。幸運とか、幸せな話を持ってきますよっていう意味もあったりするんですけど、やっぱあのコウノトリといえばもうね、子だから、だと思うんですよね。やっぱりお金でそのなんていうか愛は育めないっていうことですね。子供ができるっていうことも、やっぱり愛情があってとか、まあね、そういうこの男女の愛を育んでできるものですよね。やっぱそこは物質には変えられないんだよってことを言っていますね。ちょっとね、綺麗事に聞こえるかもしれませんけれども、やっぱりね、子供ができるっていうのはやっぱ縁なんですよね。そう、物質とかそういうのも関係なくて、やっぱ人間も生物なので、その子供が生まれる時っていう瞬間っていうのはお金はかからないですよね、物質もかからないですよね。だから人は繁栄していくし、その愛を持ってこの世界をつなげていこうよみたいなニュアンスでも入ってきているんですよね。はい、もうちょっと見ていきます。キングオブワンズの正位置が出ました。このカードさんの意味からですね、男性もっと頑張れっていう言葉が入ってきましたね。はい、男性今ね、やっぱ女性男女平等とか SDGs とかね、そういう多様性とか、まあそうね、いろいろ言葉があると思うんですけれども、やっぱりこの大雑把に世界を導くのは男性なんだと、カードは言っています。導くのは男性なんだと。で、女性は子を産むっていうことがあるので、ゆったりとしていてほしいっていうメッセージが、ね、よく入ってくるんですよね。でも今回は男もっと頑張れって言ってるんですよ。男性がもっと導いていきましょうよってことを伝えてくれてますね。はい、なんでこういうメッセージになったのかっていうのをもうちょっと聞いていきますね。はい、世の今このメッセージを聞いてくださっている男性の方ね、ちょっと耳が痛かったら本当に申し訳ないんですけれども、なんかね、やっぱり女性を
こう大切にするのはもちろんなんですけれども、自分がこの女性を引っ張っていくんだみたいなね気持ちがあるとやっぱ女性は安心しますし、ね、安心して子育てができたりしますよね、うん、なんかその女性を安心させてほしいみたいなねニュアンスで来ているなっていうのも感じます。はい、これはムーンの逆位置と、ワンドの9逆位置ですね、どちらもですねやっぱ不安ですね、不安のカードの逆位置が出てるんですよ。だから不安の解消っていうのが必要みたいですね。例えば今女性の方であれば何か不安に駆られていることがあるのであればそれは物質じゃなくて愛とか感情とかそこに着目してねってことを伝えてくれてます。でもし男性の方が聞いていらっしゃるのであれば、パートナーとか彼女さんとか大切な方ですね、その方に必要なのは物質ではなくて愛情ですよってことを伝えてくれてます。この不安の解消っていうのは心から来ているものなのでそこをケアしてあげてくださいねってことを伝えてくれてますね。うん、はい、ではエンジェルアンサーさんからもカードをもらっていきたいと思います。はい、はい、では In the Near Future というカードが出ました。近い将来ね、お付き合いされている方と結婚するとかもしくはそのパートナーもし結婚していらっしゃる方であれば近い将来何かこの何て言うのかな2人にとって大きな出来事っていうのがやってきますよってことを伝えてくれてます。例えばお子さんができるとかもうお子さんも大きく育っているよっていう方であればそのお子さんに子供ができるとか何かねこの自分たちの血をつないでいく何かっていうものが起こってくるよってことを伝えてくれていますね。はい、全然そういう気配全くないんですけどっていう方であればそのなんか愛情とかに関するようなことで何かが起こってくるみたいですね。もうちょっとルノルマンで見ていきたいと思います。いろんな方がねこの番組をもしかしたら耳にする方がいらっしゃると思うので、はい、その方その人向けにお話ししていきたいと思います。でルノルマンカードからはですね、コールドゥーロンっていうカードが出ましたね。これ魔法の魔法のなんていうんですかね瓶というか通常のルノルマンカードにはないカードなんですけどこの壺みたいなものからこうミラクルが巻き起こっているんですよ。だからね予想もできないような出来事っていうのがやっぱ起こってくるみたいですね。うん、だからそこに不安を感じなくていいんだよっていうことで、このミラクルっていうのはやっぱいいことなので奇跡っていうことなので、うん、だからそれをやってくるには不安の解消が必要だよ。で、不安の解消っていうのは心のゆとり、心のこの愛情をに目を向けること、心のケアをすることっていうことが大切だよってことを伝えてくれています。はい、では一旦曲の方をお届けしてまた後半おさらいをしていきたいと思います。はい、では本日はですね、私もこの曲大大大好きです。 TM ネットワークで Get Wild。
TM ネットワークでゲットワイルドでした。はい、では本日のチャネリングメッセージおさらいをしていきたいと思います。まずはテーマの方ですね、シャドウタロットさんの方からクイーンオブカップスの正位置とシックスオブペンタクルスの逆位置が出ました。でテーマの方がこの2枚から物質よりも心でしょっていう言葉が入ってきておりました。ではなぜこのテーマになったかというと、ルノルマンカードからコウノトリですね、で子供は物質では作れませんよね。愛情があって縁があって子供ができて、そうやって未来が紡いがれていきますよねっていう話がありました。で、キングオブワンズのね、正位置も出てきたんですけれども、でこのカードからは男性もっと頑張れと、女性をね半ばちょっと強引にとかでもね、まあその度合いもあったりすると思うんですけれども、やっぱり引っ張っていってほしいっていう女性が多いかなって、私的には勝手に私の持論なんで、ね、これをどう受け取るかはまあ人それぞれとして、やっぱり男性にねこう引っ張っていってほしいっていう女性の方が大半なんじゃないかなって思うんですよね。やっぱり女性っていうのはね、体のコンディション的にとか月のものがあったりとか、そういうものでこの月の引力とかね、そういうものによってもだいぶ体調が変わってくる生き物ですよね。で今日ですね、たまたま千原ジュニアさんの YouTube を見たんですけど、女性のね生理痛を男性が経験できるっていう機会があるらしくて、なんかその YouTube 見たんですけど、やっぱり女性っていうのはコンディションのいい日っていうのは1ヶ月のうちに1週間ぐらいしかないんだっていう話と、でこの生理痛のね痛みの弱中強っていう3段階に分けて経験ができるんですけど、もう弱だけでももうこのね男性の方はもう痛い痛い痛いみたいな感じでやってたんですよね。でもう女性はそれが普通というか当たり前に生きているので、それがまあ重いのもあるんですけれども、なんか結局我慢して日々生きてるじゃないですか。だからそういうのもあったりとかして、やっぱ男性がねもっとこう導いていくというか、もうね席を譲るのは当たり前とかね、重いものは当たり前とかね、なんかそういう世界になるといいなっていうのを勝手に想像したんですよね。なんかそれもちょっとあるのかなっていうのも感じましたね。はい、ね、じゃあなぜそのテーマになっていったのかっていうのを聞いたところ、ムーンの逆位置とワンドの9の逆位置が出ました。でやっぱり心の不安っていうのは男性も女性もあると思うんですけれども、それは物質で解消はできませんよ。で不安というものを解消できるのはやっぱり心なんですよ。心のケアっていうのがすごく大切なんですよっていうことを伝えてくれてました。ね、エンジェルアンサーさんのカードからインザニアフューチャー、近い将来というカードですね。この近い将来で何が起こってくるのってことを聞いたところ、ルノルマンカードからミラクルが起こってくるよっていうカードが出ました。それ人それぞれねミラクルっていうのは違うと思うんですけれども、この今の話の流れからこの愛情とかこの心のことでのミラクルが起こってくるんじゃないかなって思います。今までね異性にすごく冷たくされてたっていう方であれば、なんか知らないけどめっちゃ優しくされたとか、カップルになれたとか、あとは結婚している方とかは奥様とか旦那様がなんかいつもと違ってすごく優しかったとか、何かねそのパートナーシップとかにおいて異性関係においてのミラクルが起こってくるよっていうことを伝えてくれていました。
はい、ではちょっと最後にですね、もう1枚カードの方を出して終わりにしたいと思います。はい、1枚出ました。ペラッとめくれて、ジャスティスのカードが出ましたね。うん、ジャスティスっていうのはこの、まあね、天秤のカードなんですけれども、正義のカードですよね。うん、誰が正義っていうのはもう自分が決めるものじゃないと、で他人が決めるものでもないって言ってるんですね。あの、正義を決めるのは神だけなんだって言ってるんですよね。うん、だからあの、自分たちっていうのは、自分の正義に従って生きていけばいいんだよと。で、そこに物質を求めるなっていうことですね。うん、物質で物事を測るものではないですよと。結局はあの、何が最終的に残るかって言ったら、その心とか感情っていうものが、愛ですね、うん、愛っていうものが結局はその正義につながってくるんだよってことを伝えてくれています。なので自分が何か迷った時っていうのは、そこに愛があるのかっていうのを着目すれば、おのずと道が見えてくるんじゃないかなっていうメッセージでもあるのかなっていう感じですね。はい、では本日のチャネリングメッセージ以上となりますが、いかがでしたでしょうか。何かピンときたことや気づきがあると幸いです。で、パーリスタのチャネリングメッセージでは、皆さんの心のモヤモヤなどですね、困っていることなどのメッセージを受け付けております。もしよろしければ LINE の方で、アットマークパーリスタ PEARLISTA で検索して、メッセージとラジオネームを添えてメッセージの方お願いします。はい、では本日のチャネリングメッセージ以上となります。ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。またね、バイバイ。